皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のひかりんです。はい、今日はある場所に来ています。富山県高岡市赤祖父にある、今行きますね。前まで富山県高岡厚生センター、こちらに来ています。何しに来たのかというと、まあ簡単に言うと性病検査ですね。はい、ちょっとね、まあ風俗現役時代は、まあ、定期的にねこういう検査も来てたんですけど、まあ、最近ね、まあ、全国的に梅毒が、まあ、流行っているということで、梅毒、肝炎、HIV、クラミジアってそれだけね無料で検査やってますので、今日はここでちょっと検査をしまして、私自身もちょっと確認しながら、まあ、結果の方はねまた来週なんですけども、とりあえず今日は検査をしていきたいと思います。はい、では行ってみましょうか。はい、というわけで、検査、してきました。結果は1週間後にもう一回聞いてくるんで、またその時動画回すんですけど、今回もね検尿で、クラミジアで、採血の方で HIV と肝炎と梅毒の方、検査できるんですけど、そちらの検査してきたんですけど、やっぱりね、あの保健師の方というか、まあ、なんて言うんだろう、看護師の方じゃないので、まあ、採血の、まあ、機会がね、そんなに多くないから、ちょっとね、私がせいかもしれないけど、いっぱい失敗されて、見てください、これ、ほら、1回、2回、3回とね、はい、3度目の正直でようやく血が取れました。まあね、別にこれに関してはね、別に私何も思ってないですけど、やっぱりね、こういうね保健所とか、そういうところの、職員さんはね、やっぱり採血する、ね、回数自体が多くないので、どうしてもねなかなかうまく、血が取れないっていうことがねあるんじゃないかと思います。それでは、また1週間後に結果聞きに行きたいと思います。それまで待ってくださいね。はい、以上です。はい、というわけで1週間経ちました。はい、で今日もまた来たんですけども、あいにくの雨ということで車の中から撮影します。まあ、あと今日ね、この後仕事ということですっぴんです。はい、すっぴんなのにマスクしてるんですけども、まあ、どうでもいいですけど、このマスクなんですけども、ライブにも来てくれるね、うちの会社の同僚の八木丸さんにおむつつけてるみたいって言われたマスクです。はい、でそんなわけでちょっと結果、聞きに行ってこようと思います。はい、というわけで家に帰ってきました。まあ、厚生センターにいろいろね資料があったので、ちょっともらってきたんですけれども、まあ、例えばね、こういうやつ。もしかして、梅毒ってやつとか、あと、知っていますか梅毒っていう小冊子とか。まあ、あとはですね、やっぱりね、HIV 系が多かったですね。HIV 検査を受けようとか、エイズについて考えようとか、たくさんあるんですよ。HIV エイズ、今更聞けない基礎知識&新常識。あとね、こういう大きい冊子もありましたね。はい。これも、HIV エイズに関するやつですね。まあ、あとは、まあ、いろんな全部ですね。こういう、まあ、最初にこれもらったんですけども、エイズ&性感染症とか、まあ、こういうね、なんかクイズでわかる性と感染症の新常識とかね。まあ、そんな感じでね、いろんな、やつがありまして、やっぱ中でもね、まあ、HIV、エイズに関しては、今現在、日本の新規感染者っていうのは、まあ、横ばい状態ということで、まあ、相変わらずね、まあ、出てはいるんですけども、まあ、増えてはいないということでね、まあ、楽観視はできないんですけども、まあ、そういう感じで、でもね、今、どっちかというとこれ、こっちですね、やっぱり。ニュースにもなってますけど、梅毒に感染する、人が結構増えてるということで、私も、まあ、詳しくはないんですけども、まあ、一般的にやっぱりね、社会情勢が不安定になったりとか、それによって、
生活が、脅かされている状況、どうしてもお金が必要ということもありまして、そういうね、自分のね、まあ、体を売ってお金を稼ぐっていう人が増えているということで、こういう病気も蔓延することが増えてくるんじゃないかということで、まあ、社会問題なのでね、考えていかなきゃいけない問題だと思います。まあ、というわけで、ね、皆さんも待ってると思うのでね、やりましょう。結果発表。別に楽しいことでもないんですけど、はい、順番に行きましょうか。はい、ではまずは梅毒、はい、こちらです。はい、マイナス陰性でございます。はい、続いて HIV、 はい、こちらも陰性です。そしてクラミジア、はい、こちらもマイナス陰性です。はい、そして最後に肝炎ですね。はい、はい、こちらです。 B 型肝炎、 C 型肝炎ウイルスともに陰性でした。はい、まあ、ということでね、まあある程度分かってはいたんですけど、でもやっぱりこういう風にね、検査を受けて結果を見れば本当の意味で、まあ、安心できるので、全国、まあ、どこでも各自治体の厚生センター、保健所なので、無料で、性病検査受けれますので、この動画を見られた機会として、ぜひ一度、性病検査、受けられると、まあ、いろんな意味でね、安心できると思いますので、はい、ぜひ、性病検査受けてみることをお勧めします。はい。まあ、そんなわけでね、まあ、まずはやっぱりね、性病にならないように、予防するというか、まあ、そういうことも大事なんですけども、まあ、そういうね、心当たりがない人でも、まあ、どこでね、感染してるかわからない。本当にね、性交渉をしなくても、まあ、感染する可能性がなきにしもあらずなので、何かすごいね、低い確率だとしても、何かのきっかけで、まあ、感染してる可能性はあるので、まあこういうふうにね、無料なのでね、検査してもらえば自分自身も安心できると思うんですよ。なのでぜひ皆さん一度性病検査行ってみてください。別にね、全然恥ずかしいものとかでもないとは思うので、保険としてね、しかも無料なので、もうぜひね一度検査してみることをお勧めしますので、はい、というわけで今回の動画はここまでです。この動画が気に入ってくれたらぜひ高評価をよろしくお願いします。というわけで、ヒカリンでした。またね。バイバーイ。